ご覧いただきましょう。おもちゃじゃないからね、ね、あの男は何も余計なこと喋ない。あ、センさん、あのセンさん、一言だけでいいんですけども、あのシェパードさんの発言に対してですね、センさん、あ、俺はマスコミのおもちゃじゃない。俺はマスコミのおもちゃじゃないの。ただセンさん、あのマスコミのおもちゃじゃない。ただ男は余計なこと喋らない。センさん、東京旅ガラスをよろしくお願いします。今日はようこそお殿様でございました。ご苦労様でした。参った参った。直撃取材を見事に新曲 PR に使っちゃったセンさん。危ない。これがその歌だって。東京旅ガラスをよろしくお願いします。泣いてくれるな、泣いてくれるな、おいら東京よっ。直撃イメージ東京旅ガラス。ねえ、今さ始まらないからさ、どうでしょうか。話しましょう、話しましょう。それだけ本当だ。全部本当ですか。全部本当。電話してくださいよ。あ、ごめん。それぞれの女性がものすごいかわいそうな気がするんだけど、これがどうでしょう。かわいそうなんじゃない。申し訳ないですよね。すみません、ご無沙汰してて、ちょっとお話しようですね。1分か2分、ちょっとお話しやってくださいよ。俺結婚してんだよ。女房も子供もいるでしょ。まだ離婚してないんだよね。だからいいじゃない。日野さん、すいません、ちょっとよろしいですか。あの10人目の方ということでね、またなんかあの噂されてるようなんですけども、おだ、あらららら、私はセリフしか喋りません。もうこれは今のためにご準備なさったんですか。どうなんですか、あの12人目と触らがれてますけども、一切ノーコメントですか。何を言われてもじゃあいいということですか。なんかあの去年の暮れからだんだん三浦みたいになったよね。私はもちろん初めて今お伺いいたしまして、これはあの例のスタードッキリマル秘報告ではございませんのですか。違います。そういう番組じゃありません。あ、そうでございますか、はい、それはあのもうまさに寝顔に捨てる間ということでございますけれども、あ、はい、ゆっくりと観光できますよ。帽子をかぶっておりますね。メガネをかけて白いミニスカートを履いておりますが、気分は悪くないですか。少し、はい、大丈夫です、はいはい、気分は良くなったそうです。開けましょう、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 あ、これ飛行機に乗る聖子さんをバスを借り切り無理やり連れ込んでの直撃取材。何をしたんでしょうか。顔が、白くなりました。吐きそうな気配を見せました、患者さんが優しく中からあれ薬でしょうかね、そしてビールと薬でしょうか、今持ってきて飲ませてあげてるようですが、あ、大丈夫ですね、ビールを飲んでますから。聖子さん、ビールは美味しいですか。美味しい、こういうところで飲むのは格別でしょう。ねえ、幸せそうですね、若奥さん。午後2時半にチェックアウトを済ませた後、お二人はプリンスホテル内で食事を済ませ、今は別のコテージの方でお休みになっているようです。旅の疲れもあったのか、聖子さんちょっと顔色が悪くてかなり疲れているような様子でした。新しい人ができてるって話についてはどうですか。今こういう状況の時にそういうこと、そんなに歌が もし今度生まれ帰ってきた時は絶対に一緒になろうね。言ったんですけど、辛さこらえて女が一人夜の巷をさまよい歩く。
失くした恋をしのぶのか、壊れた夢を追いながら今日も行きます風の中、あの日歩いたこの道を一人たどれば涙道、胸に染みますネオンの色も風も泣きます涙声。ところがこの女が突然怒り出すのです。女怒りの名言。だけど私は知りません。違います。知りません。違うというだけではやはりいけないんです。それは違うならばね、違うならば誰が金貸しますか、はい、あなたに渡したという証言があるわけです、はい、だけど私は言うつもりはなくてここにやってきたわけなんです。そんなことはどうでもいいんだよ。どうしてそういうふうに嘘嘘っておっしゃるんでしょうか。誰が何ですか。どういうお答えを希望してらっしゃるんでしょうか。猫をね、飼ってらっしゃる中で、壁にね、なんかの時に投げつけて、そのまま死なしちゃったっていうことがあったっていうふうに。あなたどういうつもりでおっしゃってるんですか。そういう話が伝わってるんです。名刺ください。名刺です。じゃあ後で始めます。いや後でじゃなくて今ください。とても失礼なことですよそれは、うん、なんで私の猫を壁にぶつけるんですか。いやそういう話、壁にぶつけられたことに対して憤りを感じても私がそういうことするわけないでしょう。いやもうそれならね、それならそうっていうことじゃないじゃないですか。いやそうじゃなくて、そんな失礼な質問はないでしょう。なんか先日50歳の誕生パーティーを50代、要するに50代に入った若尾さん50歳になられたんですよ。嘘でしょ、50代、50歳になってんの。でもそんなに誰でもが皆さん毎年一つ年を取っていくんだから、はい、そんなにそのことばかり関心持つっていうのも困りますね、日本の人っていうのはね。もういいんじゃないですか。はい、いやそこで結論なんですが、結構ですね。すいません、ハワイ大学から入学教科書をもらったんですか。もちろんですよ。ありますよ。見ますか今。そうすると、ビザは学生ビザです。学生ビザで入りました。もちろん見ます。断られたのはいつ頃ですか。断られてはいません。まだこれから行かれるんですか。だって始まってないのに行けないですもん。始まったらもちろん行きますよ。彼は人間として一つの、もう国の象徴としている男子、国家の政治家なわけですから、それについて何だ後始末をいつだってしてないわけです。この人も有名なサッカーの当時奥さんだったがですね、劇作家かなんかの奥さんだったが、まあそれで言わないよ。ともかく終わった時にこんな人と一緒になっておったら本当にもうなんていうかな、嫌気さすんじゃないかという感じだったな。私は今回はきちんと詫びてもらいます。